は関西ウォーカー、今日も素敵なゲストとトークお届けします。関西の情報誌関西ウォーカー、グルメ音楽映画にあと盛りだくさん、関西ウォーカー編集長取材で食べ過ぎ丸くなる、だけれどもカレーにかかれば行列のお店になる、徹夜も当たり前、原稿流し込み片手には栄養ドリンク、必死で頑張ってる。視界はゆるゆる関西ウォーカー、それでも見てな、しっかりやるわ、ほんま頼むで。カン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 関西ウォーカー、いつもあなたのその心に伝えます、関西ウォーカー。始まります。はい、さあさあ、はい、関西ウォーカー TV 始まりました。こんばんは。こんばんは。関西ウォーカー編集部の森と編集部のザオヤです。よろしくお願いします。本日の関西ウォーカーですね、はい、あの女子力アップユーストということで、ワンランク上の女性になるための素敵な情報をたくさんお届けしていきます。なりたいですね。なりたいですね、はい、本当にこう私たちの知りたい内容を聞く、はい、ちょっとあの自己満的な感じかもしれないんですけど、あの、はい、役立つ情報はいっぱいなので、はい、皆さん、これから1時間ですね、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうですか最近女子力の方はいかがな感じでしょうか。いや、衰える一方ですよ森さん。そうですね、私も最近ちょっと夜が遅かったりして、はい、あの忙しくいとやっぱり余裕が持てなくて、そうですね、はい、なかなか気をつけてられないなと思うんですけど、はい、実はですね、なんか最近友達からおっさん臭い、まあ、はい、フェイスブックのおっさん臭いと言われるようになりました。フェイスブックがですか、はい、ちょっと危機的な状況になってます。ぜひね、はい、危機を回避すべく、今日は回避すべく今日はちょっといろいろ学んでいきたいと思います。はい、そして今日はですね、こんなちょっと低下気味な感じなんですけれども女子力の高い2人のゲストをお呼びしております。どうぞお入りください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介の方よろしくお願いします。これでいいですか。はい、はい、前川美奈です。よろしくお願いします。お願いします。シンプルな自己紹介、はい、シンプルで、はい、はい、宇都田美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たち一応関西でタレント活動的なものをしてまして、はいはい、ホリプロに所属しているんですけれども、はい、いろいろねテレビとかラジオも出ていまして、はい、毎週月曜日は私 ABC ラジオさんでこれぞビーズ魂というのをね、ちょっとカンペいっぱいつけすぎて、うん、いっぱいありますね。じゃあ昨日もそうなんですよ、はい、Ustreamもねちょうど放送してて、はい、こういうのもやってます。はい、はいはい、オリックスバファローズが大好きで、へえ、はい、あとは競馬も大好きで、おちょっと中身おっさんみたいなんで今日女子力アップ、はい、アップということで頑張りたいと思います、はい、私もね、あの毎週水曜日毎日放送で深夜1時55分から女の子宣言あげぽよ TV という番組に出演させていただいています。はい、他にもいろいろ頑張ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あげぽよ TV 女の子宣言って言ってるんで、なんかいろいろ、あ、そう、ちょうどね、はい、リンクするものがあって、そうですよ ね今日ぴったりの、はい、女子力高そうですよね。高そうですね、ちょっと期待してます。よろしくお願いします。お願いします。で、そんな4人で、スタートした関西ウォーカー TV なんですけれども、はい、今日はですね、あのお二人に日頃何か気をつけていること、はい、女子力のために気をつけていることあればと思いまして、ちょっとフリップに書いていただきましたので、はいはいはい、紹介してください。一人ずつ出した方がいいですかね、はい、じゃあまずは私から、はいはい、じゃんじゃん、ノーアイスブロック、
ほう、ポートが意味わからへんけど意味がわからへんねんけど、はい、あのこれはですね氷なしでっていう意味なんですよ、はい、私すごい体が冷えることがすごい嫌で、やっぱり体を冷やすとね、体の血行の巡りもよく悪くなるじゃないですか、はい、なんでいつも飲み物頼むときはほぼあんまりお茶しか飲まないんですけれども、氷なしでって言って頼んだり、はい、体を冷やさないように常に心がけています。大事ですね。よくお茶するんですけど、はい、いつも氷なし、氷入ってきたらもうめっちゃ、はい、みたいな感じだと思う、まあ、どんなに暑い時でももう氷なしでも、でも真夏でも氷なしなんですよ、うん、でお店とかで氷なしでって頼んで、はい、2杯目も何も言わずに氷なしを持ってきてくれたら、はい、あ、ここのお店できる、うん、そう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 、徹底してるよな。そう、ね、冷えがめっちゃ悪いね、全てにおいて冷えっていうのはね、良くないですからね。女性は体を冷やすとダメなんで、はい、うんうん、そこには気をつけてます、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次は宇津田さん、はい、よろしくお願いします。あずあず、お願いします。よ、あずあず、お肌のメンテナンス、大事ですね。これは綺麗だもんね。いや、はい、私ね、妹が、うん、あのエステティシャンで、そなっちゃんね、そなっちゃんって言うんですけど、お肌のことにすごい詳しくて、普段マッサージ、日頃からマッサージをして血行を良くしたり、あと紫外線とか冬やとね、うん、サボっちゃったりするんですけど、はい、常にデイクリーム、日焼け止め塗って、うん、タバコの煙とかもね、あれ日焼け止めで防げるらしいねんか。そうなんですか。防げるらしいです。そう、だから日頃から常にちゃんとメンテナンスすることが大事かなと思います。吹き出物、何ですか、ニキビというか、一つない、いやいやいや、もうこれ、ガサバラあるんでよかったと思ってますよ、うん、え、マッサージ、どんなマッサージ、なんかもうちょっと披露してほしい、うん、え、ここちょっと妹ちゃんに聞かないとできないでもなんかすごいリフトアップな感じで、はい、ここをなんかちゃんと上げて、はい、リンパとか流して、老廃物流して、引っ張ると、はい、あの上がるらしいです、うん、え、それはあのお風呂上がりとかにやったらいい、お風呂上がりとか、あの、うん、基礎化粧品つける時とかにやる、うん、おー、早速勉強になりました。はい、早速今日からできますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、2人に聞いた後になるんですが、ちょっと我々もですね、はい、日頃気をつけて、あー、聞きたい、聞きたいです、はい、書いてきましたんで、じゃあどうしましょう、私からいきます。はい、はい、森さんから。はい、じゃあすいません、普通すぎる、背筋を伸ばす、あー、でも基本的ですけど、はい、基本的ですけど、一番大事かなと思って、うん、っていうのも、結構姿勢が悪いんです、私が。そう、そうなんです、猫背なんで、うん、でいつもその座ってることって多いじゃないですか、うん、仕事柄、うん、で、まあ、こんな感じでパソコンをこう、こんな感じで、なんでも、あ、ダメダメって気をつけて背筋を伸ばすっていうのを、仕事中も意識されているんですね、はい、気をつけてます。素晴らしい、イメージ、印象変わってきますもんね。そうですね、シントしてる人と、シントしてる人と、そう、こんななんか感じの人と、肩こりとかも多分、はい、背筋伸ばしたら治りますし、はい、あ、そうですですよね、うん、体にもいいですよね、はい、姿勢がいいとね、健康にもいいと思います、うん、はいはい、で、あとですね、熊田陽子さん、関西コレクションに最近行ったんですけど、熊田陽子さんがステージで、あの、背筋を伸ばすのが大事ですって言ってました。伸ばします、はい、はい、なので、うん、私だけでなく、はい、あの綺麗なタレントさんもですね、気をつけてらっしゃるということで、うん、はい、ちょっと見てみました、うん、はい、はい、じゃあ私、最後私なんですけれども、はいはい、私は手元を綺麗に、あ、手元いいですね、はい、字も綺麗ですね、いやいやいや、はい、まあ、そうね、色とかね、すごい綺麗、行くの好きなんですけど、うんうん、まあ、見た目をそう可愛くするのも好きなのですが、はい、なんかこう爪がボロボロになるというか気持ちの問題っていうか、わかります、そうそう、なんかこう忙しくて爪すら構う暇なくってこう手元がボロボロになってくると心がすさんでくるんですよ、はいはいはい、確かになんか女の子同士で見てても手元が綺麗な人って、うん、あ、この人女子力あるなと思う、わ、うんうんうん、かります。そうで、ネイル行った時ってすごいもう気分上がりますもんね、めっちゃテンション上がるでしょう、うん、そう、なんか見てるだけでニヤニヤして、自分の爪をこう見るだけで、そうそう、中さんも綺麗、うん、かわいい、晴れらしくて見えますね、なんか季節ごとに考えたりするのも楽しいですよね。ありますかね。はい、ちなみに今私はあのシャーベットカラーのブルーとイエロー。春らしい。春らしい。はい。はい。すみません、間違って。アップにも。間違ってすみません。はい。はい。ハートもついててね。はい。どうしようかなって。ついてて春らしい。ね、ピンクですごいお花畑って感じ。そう、ちょっと春らしくしようかしらとかこう考える、はい。
のが楽しいなと思って。そうですよね、はい、うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、ちょっと発表させていただいたんですけど、さらにですね、今日は女子力を上げようということで、うん、素敵な講師の方にお越しいただいてます。講師としてお越しいただいたのはですね、ホテルラスイート神戸ハーバーランドにお勤めの加藤さんです。で、加藤さんはですね、あ、すいません、まだなんですけど、はい、16年間イタリアのホテルでホテルウーマンとして活躍されまして、で、世界の VIP を相手に接客も行って、はい、出られた実績があるというぐらい、もうなんかここからもテンションが上がってるんですけど、ちょっと格が違う。そんな方が来てくださってるんですか。来てくださってるんです。たっぷりともうお話を聞いていただきたいと思います。はい、じゃあ加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞ、真ん中に。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、マイクを持っていただいて、自己紹介。はい、自己紹介お願いします。こんばんは。こんばんは。ホテルラスイート神戸ハーバーランドの企画広報をしております、加藤敦子と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、もう過去からしてパキッとしてて、はい、いやいや、とんでもない。できるって感じがしますね。ホテルウーマン。とんでもないです。はい。ですね。じゃあどうしましょうか。まずホテルの紹介から、はい、させていただきますかね。じゃあちょっと画像を用意してますので、少々お待ちください。出ますかね。はい。少々お待ちください。いけますか。はい。ホテルの画像が出ました。こちらですね。ですね、神戸のハーバーランドというところに位置してまして、全室70室なんですけれども、すべてのお部屋に、オーシャンビューのテラスがついてまして、一番小さなお部屋でも70平米。めちゃくちゃ広い。広いんです。もう40でもなんか広いくらいですね。そうですね。40でも結構広いんですけれども、その倍近く。まあ、綺麗。これがですね、ラウンジ&バーといいまして、グランブルーという名前で、ちょっとヨーロッパのリゾート地を彷彿させるようなところで、外国みたいですね。そうですね、雰囲気が。昼間はライトランチですとか、アフタヌーンティーとか、ハウスメイドのケーキですとかを召し上がっていただいて、お茶したい。昼から優雅です。で、夜はバーとして使っていただいて、しっぽり、世界にですね91台で、日本には3台しか入っていないピアノがあるんですけれども、そのピアノの生演奏で毎晩ジャズライブがありますので、ちょっと大人な雰囲気で、そうそうです、女子力アップで、いらしていただければと思います。じゃあ素敵。これがエントランスなんですけれども、館内ですね、お部屋も含めて、シャンデリアがですね、エジプトから取り寄せたクリスタルのシャンデリアで、お部屋も高級感ありますね。お部屋もです。お部屋もシャンデリアついてます。高級感が、絨毯とかもすごい、みたい、写真と思えへん。あれはペルシャ絨毯で、すごい高価なものなんですけど、エントランスからテンション上がりますね。テンション上げていただくために頑張りました。頑張りました。私が頑張ったわけじゃないです。じゃあ次、はい、これが、そうですね、海側から見た外観なんですけれども、ご覧の通り全部のお部屋が海に面していて、バルコニーもついてますので、で、あちらの、そうですね、ガーデンテラスでは毎晩、4月1日から始まったんですけれども、9月30日まで毎晩ワインとビールとカクテル と、ホテル特製の、オードブルをお楽しみいただける、ガーデンフェストというのを毎晩やっております。ちょうどこの時期から、はい、気持ちいいでしょうね。そうなんです。行きたい。そうなんです。ちょっとまだ涼しいかもしれないんですけれども、寒い日はストーブが炊きたいてありますので、また真夏とかはね、すごい涼しくて逆に気持ちいいんですよ。はい、はい、なので、ぜひ遊びにいらしてください、はい、あら、あとこちらですね、うちウェディングもやっておりまして、はい、で、会場が一つしかないんですね、はい、ワンチャペルにワンバンケットルームなので、1日1組様という感じで、本当にもうお家借り切ったような感じで、大切にされるお嫁さんみたいな感じでやってます。私神戸出身なんですけど、もう友達の中でラスイートさんの結婚式を挙げたいっていう話題に、はい、神戸っ子に憧れの、憧れの、はい、チャペルです。海が見えるチャペル で、でこれはバンケットルームなんですけれども、ポートタワーが綺麗に見えるので、素
という感じでございます、はい、これがチャペルですね。一つしかない純白 の, 純白のここも上にちょっと見づらいんですけど、シャンデリアが豪華にありまして、スタイリッシュですね。そうなんです。こんなたくさんシャンデリアが。下はあのギリシャから取り寄せたあのホワイトオーロラという大理石を敷き付けています。大理石、はい、すごい高級感、はい、これがフレンチレストランですね。ルクールといいまして、朝食とランチとディナーと常に営業しております。ここはもう海ですからね、海を見ながらのんびりしていただけます。素敵。これが鉄板焼きのカウンターで、そうなんです、12席限定なのですごい特別感がある、ね、鉄板焼きですね。目の前で焼いてもらって、そうなんです、はい、ランチとディナーと営業してまして、でフレンチも鉄板焼きもですね、割と地元の食材を中心に扱ってまして、はい、あのすごくご好評いただいてるんですけども、じゃあもう新鮮なものを、そうです、新鮮で美味しく旬なものをね、そうなんです、安心安全な食材で、はい、ご提供してます。神戸やったらまた牛が、そう、牛肉が美味しいですもんね。最高です、美味しいです。あとね、実は兵庫県って、あ、ごめんなさいね、すいません、兵庫県は海の幸もすごい美味しいんですよ、はい、なので瀬戸内海が、はい、アワビとかジュウムとか、タコとかも美味しいんです。そうです、そうです、赤字タコ、そうですね、わあ、いいですね。鉄板焼きも想像しただけでちょっとでこちらが、3つあるスイートのうちの一番人気のグレーススイートというお部屋なんですけれども、スイートもうポートタワー丸見えっていう感じで、はい、やばいやん、はい、なんか浮いてるこれはちょっとこれは見てはいけないものが、いえいえ、全室にジャグジーバス、見てください、ね、ジャグジーバスが全室についてまして、これスイートルームじゃないんです、これは普通の、すごい、スイートルームじゃないんですか、違うんです、普通の部屋の、バスから外が見えるタイプのお部屋なんですけれども、まあ、シャンパンとかあのフラワーバスはオプションなんですけれども、はい、まあ、記念日とかにね、よく最近男性が手配して、ね、女性に喜んでいただくようにみたいな。絶対喜びますよね、これ女性が。こんなの入ったことない、入ったことない、これいつもテレビで見るやつや。そうですか、そういう感じです、ね、あ、さすが神戸は、はい、おしゃれですね。そうですね。ツイッターでもコメントいただいてますね。プーチンさんですかね。プーチンさんがさすが神戸はおしゃれ。おしゃれ。あの、カンペ出た。読まなきゃいけない。そういう仕組みですね。はい。いや、プール、これは。そうですね。プールというか、まあ、水盤なので飾りだけなんですけれども、先ほど の, あのラウンジから見た感じ、ラウンジの外がこういう感じになってまして、はいはいはい、ちょっとリゾートっぽい作りになってます。はい、すごい。で、こちらでホテルの画像が終わりですね。はい、で、次に、はい、ありがとうございます。はい、それでですね、昨日の会議で決まったばかりなんですけれども、はい、実は4月の23日に、北野のエリアにホテル直営のスイーツ&ベーカリーのショップをオープンすることになりました、はいはい、スイーツ&ベーカリーめっちゃ好き、めっちゃ好き詳しく場所を教えてください、はい、北野の、はい、後で地図が出てきます、はい、で今ですね、ホテルでご提供している朝食のパンですとか、はい、スイーツなんかはもうそちらの工房で作って毎日北野から運んできてるんですけれども、まあ、そちらで召し上がっていただいているものを、まあ、こう北野の路面店でもお買い上げいただけるということで、やってます。美味しそうですね、場所がまたいいですね、北野って。そうですね、ちょうど異人館とかお散歩しながらね、ちょっとクッキー食べたりとか、いや、おしゃれな街だからの辺は。そうなんです。じゃあ画像、はい、はい、画像いきましょう、はい、はい、これが朝食のパンなんですけれども、はい、すごく女性の方はうちのホテル大事にしてますんで、はい、いろんな種類ちょびっとずつ食べたいじゃないですか。そうなんです、もう女の子欲張りなんですよ。欲張りなんです。なので小さい1個ずつがすごいちっちゃくって、はい、5種類用意してるんですね、はい、だからもう全部食べられます、はい、あ、ハート型なんです。ハート型なんです。すごい可愛い。あ、次ケーキも、こちらがラウンジでお出ししているケーキの種類の一例なんですけれども、はい、あ、もう私チョコレートの手前のやつが食べたいです私全部食べたいですそう、どれも美味しいです。見た目も可愛らしいです、ね、そうですね、これも毎日工房で作って、ラウンジの方に毎日1日3品送ってきますので、すごくフレッシュなものもお召し上がりいただけま す, ます、ね、女子力アップです。女子力アップ、見ただけで女子力アップしそうやな。あと、まあ、焼き菓子ですね、マカロンとかパウンドケーキとか、クッキー、フィナンシェ等がございます。可愛らしい焼き菓子もまた、そうですね、マカロンとかも可愛いですね、そうですね、
すごい。すごい。これがあのお店の外観ですね、はい、今もう出来上がりまして23日のオープンを待つばかりとなっておりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、次地図が出るのかな。はい、はい、地図覚えてます。あ、まだだった。店内、お店の中ですね。店内もおしゃれ。ほんま作り物みたい、なんかおとぎの国に行ったみたいな感じがしますね。あんまりね、お店は大きくないんですけれども、まああの開いちゃう基本的なパンからちょっとおしゃれなデニッシュまでいろいろ取り揃えてます。あとあのお土産とかご贈答用にあのパッケージというか詰め合わせもしますので、喜ばれるでしょうね。お友達にちょっとお礼にとかご挨拶に、ね、おもたせにいいですよ ね、 そうですね、はい、という感じで。素敵。あ、いや、はい、行きたいな。こんな感じでケーキが並ぶ。そうです、23日から、はい、23日にオープンになります。絶対に行きます。うん、いろんなパンがありますね、はい、いやー美味しそう、はい、すごい買い込んでしまいそうよ。これパウンドケーキもすごい美味しいです。わー美味しそう。わー、わー、マカロン。あ、場所がありました。これちっちゃい字です。皆さん場所覚えてください。ね、ですね、三宮で降りられた方はですね、生田ロードをずっとまっすぐ北の方面、北へ向かって行かれると、はい、山間を越えてあともう100メーターか150メーターぐらい登ってった異人館通りの一筋下なんですね、はい、なのでまあ目印はあの生田警察とか生田神社の横をずん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 登って、はいはい、うん、行ってくだされば右手に小さな店ですけれども、はい、ルパンが出てきますので、ルパン、はい、お待ちしておりますので、はい、遊びにいらしてください。行きます、行きます、待ってます、はい、よく神戸行くんですよ。神戸大好きで。あ、そうなんですね。はい、私オリックスバファローズ大好きなんで。そうですよね。もっともっと神戸とよく行くんです、はい、三宮で乗り換えするんですよ。ですよね。その時これからで、ね、そうですね、食べていきます。駅から歩くとね10分ぐらいかかっちゃうと思うんですけど、はい、まあでももうウォーキングと思って、はい、ウォーキングと思って、この辺ね、歩いてるだけでも、それでも女子力アップされますよね、ウォーキング。そうです、そうです、そうです、うん、すごい可愛いお店もいっぱい周りにありますので、はい、ぜひお散歩がてらいらしてください。はい、はい、はい、いやー、なんか嬉しくなっちゃった。お腹減った。そう、さっきからいい匂いのパンが目の前に置かれてて、すごい、そうそうそう、あの待てみたいな感じで置かれてるんですけど、すごいもういい匂いが。そうですか。あ、そうなんです。これも焼きたての、はい、そうです、今日焼きたてのを持ってきました、はい、見た目がまた可愛い、ハートですね、すごい、これとかハートなんですよ、はい、ハート型になってます、ね、ズームとかハート型、はい、ねえ、これかわいい、食べるのも嬉しいし、はい、うんうん、ね、食べるのもったいないとか言うけど、でも食べてしまう、でも食べます。食べてください。ぜひぜひ食べて、喜ばれますよね、はい、持っていったらお土産に、はい、はい、ですね、はい、そうですね、かわいい、かわいい。あとクッキーも今日持ってきて、クッキーも、はい、いただいた。おいしそう。これも入れ物もかわいいですね。はい、かわいいですよ。こういう三角形の台形か、持ちやすいし、そうですね、うん、これが素敵、はい、これがですね、商品名は何でした？商品名はちょっとうろ覚えで申し訳ないんですけれども、はい、ブレトンなんちゃらこれがかっこいい、ざっくりですみません。すごい、これがですね、フランスのブレターニュ地方っていう北の方のお菓子なんですけれども、はいはい、おフランスの、もうバターの香りが濃厚で、サクサクと、ちょっと匂い嗅いだら気絶しそうじゃないですか。あー、もうここでもします。もうすごい、これがですね、ラスクなんですけれども、ラスク大好き。これは黒糖ラスクで、ちょっと珍しい、カリッとみたいな感じで、うんうん、めっちゃ美味しそう。これはなかなか、もうすごい、ここふわっと、ね、匂いが焼きたてみたいな匂いがしますね。幸せな、ちょっとこの匂いがね、女子力アップですか？すごいね、興奮状態に落ちてる。なんか多分今すごい女性ホルモン出てきてますか？いい感じですね、いいですね。最後ですね、すいません、はい、開けますか。これがですね、フロランタンっていうアーモンドのお菓子なんですけれども、好きなもんばっかり、もうアーモンドぎっしり上に乗っけて焼いたビスケットなんで、もう本当にこれは贅沢な、アーモンドのザクザク感とか、そうです、ありがとうございます。サクサクして美味しいです。クッキー食べたいっていう、あ、ブーチンさん、クッキー食べたい、書いてくれてますね、ぜひぜひ、行ってください、はい、1月、はい、1月じゃない、4月の23日です。23日、最後ですね、そうですね、そうです、はい、じゃあ、何か食べて、どうぞ、いいですか、はい、召し上がってください。じゃあ私アーモンドの、私じゃあラスクいただきます。いただきます。私たちもいただきます。はい、いただいていいですか。どうぞどうぞ。じゃあこれ、はい、これを、はい、おっと、わかります。あ、すごい、サクサク音がしますね。おいしいですか。よかったです。
黒糖とラスクとか女の子の好きなものが。そうですね。ラスクもそうなんです。今日は黒糖お持ちしたんですけど、あとホワイトチョコレートがけとか、すごい、チョコレート味とか、いろいろな種類のラスクもあります。あ、まだある。そうなんです。このアーモンドの香ばしさがまだたまんないですよ。このクッキーはちょっと思いがけずちょっとしっとりしてて、ね、食感がしっとりで、中にジャムですかね、そうですね、これドライフルーツのジャムか何かが入ってたと思います。しっとりですごいバターの甘みが効いて、バターがいいでしょ、美味しいです。すごい新鮮なバターをふんだんに使って、ちゃんとバターからこだわってるんですか。そうですね、もう素材もすべてフランスのものか兵庫県産のもので、すごくあのお菓子はお菓子用の小麦粉、パンはパン用の小麦粉という感じでこだわりを持って選んでるんですよ。みんな止めるのに口を口にならないでください皆さん。つい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 、うん、どうぞどうぞ。うん、いろんなドライフルーツが入ってますね。お前女子会やん、こんな楽しんでていいんですか。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫。なんてしてるの。司会の方ももぐもぐしてますけど大丈夫。お水もありますので。あ、はい、すみません。おいしい、すごい、こんな感じでいいんですか。いいんですか。存分に楽しんでいただいて。はい、どうぞどうぞ。うん、はい、まあね、もぐもぐしてて喋る、ちょっと無口になりがちなんですが私その間に何か言いましょうか。めっちゃしっとり、はい、じゃあですね、はい、ですね、水飲みつつ、はい、ジャムが入ってる、はい、爽やかな、こんな楽しい会なんですけども本題なんか女子会みたいですね、はい、そうなんですよ、女子カップなんですけど、ちょっと女子会的な感じでやっていきたいなって。女子会大好きです。はい、いいですね、さっきも2人でお茶してて、そうそう、女子会してたんです。そうなんです、2次会、2次会、2次会、何時間もできました。はい、はい、じゃあ、あの本題の方にちょっと戻っていきたいと思います。はい、でさっきもあの紹介させていただいたんですけども、はい、加藤さんはもうあの16年間イタリアの、はい、ホテルで働かれてたということで、うん、もういろんな経験をお持ちだと思うんですけれども、はい、実際あのラスイートさんの方でも、うん、あのセミナーとかを過去されたことがあるんですよね。はい、あのそんなに私は、まあはい、まだ帰国して1年なので、まあ、回数はやってないんですけれども、はい、2月にですね、あの仕事もプライベートもハッピーモードを目指す、はい、ラスイート初神戸美活ガールズ会議のボリューム1で、はい、世界に通用する美活ガールズを目指すというタイトルで噛んでますけど伝わってます、ありがとうございます、はい、というのでやらせていただきまして、はい、でまあ外見をですね磨くのもすごく大事だと思うんですね、はい、その先ほども爪のことですとか、はい、背筋のこととか、はい、お肌のこととか、はい、すごく外見ももちろんすごく大事だと思うんですけれども、はい、同時に内面も磨いていって、はい、素敵な大人の女性に、うん、日本の女性もなっていっていただいたらなという老婆心も多少ありの、うん、という意思でちょっとあの企画をさせていただいたというか、はいはい、お話を持ってきていただいてやったんですけれども、はい、その時のですね、はい、はい、レジュメできますでしょうか。お話しいただいたレジュメがこんな感じになってます。世界に通用する美活ガールということでですね、はい、アップになりました、はいはい、自分のスタイルに、自分のスタイル、自分の意見を持つこと、常にかっこよさを意識すること、弱いものに優しくあること、向上心を持つこと、エレガントであること、喧嘩ではなく、議論ができること、論議ができるようになることですね、はいはい、で話の間口が広く、誰の話でも一定以上の関心を持って聞くことができる、芸術に関しては詳しく語る必要はないが自分のテイストを持っておく、高級ホテル、あ、ちょっと字間違ってすいませんやレストランの利用の仕方、レディーファーストの受け止め方、ビュッフェやパーティーでのエレガンスで、最後に人から見て絶対的に感じのいい人であることを心身ともに心がけるということなんですけれども、ずいぶん、はい、偉そうですね。いや全部気になる、聞きたい気になるみたいな、はい、ことなんですけど、どうですか、はい、前川さんは何が気になりましたか。私は9番のビュッフェやパーティーでのエレガンス、はい、エレガンス、はい、はい、ですね、はい、基本的に、はい、イタリアとかっていうとなんかすごい日焼けして、はい、なんかかっちょいい感じのお姉さんが優雅に振る舞ってるイメージが私はあって、実際に行ったら本当にそういう世界で結構刺激を受けてきたんですけれども、キーワードはエレガントっていうことなんですね。
で何をするにしてもすごくあのかっこよくないと彼女たち、まあ、イタリア人全体なんですけれども、うん、自分で納得しない人たちなんですね。だからすごい旗から見てかっこつけてるなと思うんだけど、それがママ様になっているという感じがしまして、で、まあ、パーティーの話とかになりますと、はい、まあ、あのこれはエレガントという意味では全国というか世界共通だと思うんですけれども、例えばビュッフェパーティーなんかで ですと、はい、噛んでますまた大丈夫大丈夫、あの日本だとですね、ビュッフェが出てきた瞬間に、はい、みんなわーって料理の方に行っちゃって、はい、でもお皿にてんこ盛りして、はい、なんかあったかいのも冷たいのも何もかも一緒に持ってやっちゃうタイプ、なおかつ一緒にいるテーブルの友達の分も持ってっちゃうみたいな、ありますね、とりあえず買っちゃうみたいな、そうそういうのがあると思うんですけれども、はいはい、イタリア人のエレガンスは、はい、ビュッフェパーティーの前にちょっと自分で何か食べていくんです。逆です、私もうビュッフェのために空腹状態にして朝から抜いて、ダメです、それはダメ、エレガントのためにはダメです、ダメです、ノン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 です、そうなんです。である程度あんまりもう飢餓感がない感じで颯爽とパーティー会場に到着して、で、まあ、あのヨーロッパとかアメリカとか行くとそんなにみんな殺到しないんですよ。だから逆に殺到する人が何殺到してんのって見られてしまうので、割と余裕を持って殺到してる人を横目に、でもまあ、絶対食べるなとは言いません。せっかくね、はい、ホテルとかで美味しいものとか出てたら、それもやっぱり食べてみるのはいいかなと思うので、まあ、急がず慌てず、ゆったりと。びっくりしました。がっつかないってことですね。がっつかないんですね。全く私、今まで真逆のことをしてました。はい、席着いた瞬間ダッシュみたいな感じな、はい、そう関西人、ちょっと横目に戻れとろうかなってチェックしつつ会場に入ってあ、なるほど、あれとあれとあれを食べようかなって入って、あれは二つ撮りだなみたいな、そう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 、関西人はついやっちゃう、それがやっちゃダメですね、もうエレガントは、エレガント、はい、究極のエレガントだとそれはちょっと、ね、お腹をちゃんと、はい、ちょっと食べていって、ちょっと6分目ぐらいまで入ってると前菜とかを、前菜とかもあったかいのと冷たいのと、まず前菜の並び方っていうのは冷たいものからあったかいものっていう風になっていくんですね、うんうん、はい、でその後にパスタとかメイン料理があって、うん、でデザートとかフルーツとか、うん、フランスだと多分間にチーズとか入ってくると思うんですけど、うん、それをまず自分がコース料理を食べてるようなイメージを持って、うん、でまず冷たいものから出てきますよね、うん、そしたらまず冷たいビュッフェのコーナーに行って、冷たいものだけこういうお皿にちょっと真ん中辺にちょこちょこっと乗せて戻ってきて食べるんです、はい、はい、あ、そこで勝手に自分で、はい、コース料理を想定する、そうです自分で、めっちゃ勉強になりました、そうエレガントでしょ、エレガントです、エレガントでしょ、親も教えてくれないんで、そうですよ、お皿は何枚指してもいいんです、先生とか言われて、お皿はママに怒られるけど、そういう会場ではいいんですね、いいんです、いいんです、何枚使ってもでもなんかお皿汚すのもありやし、もっぺんこれで取ろうかなって言ってしまうそうですね、とりあえずいっぱい持っとこうかなって思ってしまうけど、けど実は冷たいのだけで持ってきて食べる、食べ終わったら今度あったかいオードブルだけをちょびっとずついただいて食べる、へえ、その次にパスタなりメインなりをちょびっといただいてまた食べる、あ、でデザートもちょびっとだけ、うん、あれ好きだから2個とか言うのって一応原則的にはそのワンポーションずつ作ってあるんですよ、はい、そのホテルとかのブッフェ料理っていうのは、でその1個が大体1人分と数えて主催者は用意してますんで、うん、あなたが2つ取るとお友達はもうないんです、ごめん、みなちゃんと一緒にいたらもう全部ないよでもこれからは気をつけます、はい、勉強になりました、はい、勉強になりました、はい、ありがとうございます、はいはい、お願いします、はい、じゃあどうでしょう、内田さんは何が気になりますか。私はですね、6番、話の間口が広く誰の話でも一定以上の関心を持って聞くことができるっていうのがすごく気になります、はいはい、そうですね、これもさっきのですね、うん、ブッフェと一緒に乗ってたパーティーのエレガンスにつながるものがあるんですけれども、うんうん、外国とかでパーティーに行くと、うん、知らない人とどれだけお話ができて知り合いになれるかっていうのがすごく大事なんですね、うんうん、なのでお友達同士で行って隅っこの方で同じお友達同士で固まってるっていうのはあまりエレガントじゃなくて、いかに知らない人に話しかけていっていろんな意見の交換をしたり情報の交換をしたりできたかっていうのが人間的にも成長していける、すごい重要なチャンスだと思うんですよ。日本人ってすごい人見知りだから、そうなんです、何の話していいかね、分かんないですよね、そうですよね、友達同士でいてしまうっていうのが結構ありますもんね、そうなんです、
だからまあ一人だとちょっと気恥ずかしいわっていう時は、うん、お友達と一緒に知らない人のところに行って、はいはいはい、なんかお話を始めましょうみたいなのが、うん、まあ外国に行くとすごくよくあるんですけれども、はい、なのでそういう時に話の間口が広いっていうのは、うん、すごくあのいろんな会話を引き出してくるのに、うん、すごいいい材料になってくるんですね。で例えばその、まあ、次の7番の芸術に関して詳しく語る必要はないけれども、うんはい、自分のテイストを持っておくっていうところにも絡んでくるんですけれども、はい、例えば私ですねクリムトっていう画家が大好きなんです。あ知ってますか？知ってますクリムト、あの、接吻とか、接吻とか、はい、そうそうなんです。話の間口が広くなるんですか？広い広い広い女子の人だ。で例えば私もクリムトのこととか芸術のことは全然わかんないんですけれども、はい、クリムト好きやって思ってたらなんかそのカバンがクリムトの絵のモチーフと似てるような人を見つけたら、あこれってなんかちょっとクリムトっぽくないですかって話すと、はい、なんとなくその人もクリムトのことを意識してもしそのカバンを買ってたとしたら、はい、そうなんですよって話が広がるじゃないですか、はい、そこで一気に近づけますよね。そうそうそう、そうなんです。なるほど。とかなんかこの間なんかの話してたけどよく分かんなかったなっていうニュースでもなんとなく頭の片隅に残っていると、はい、そういうのを例えばその話私もこの間聞きましたって誰かと誰かが話してて自分はあそれ分かんないやって思った時に黙っている代わりに、うん、あ聞きましたけどこういうポイントが分かんなかったんですって言って聞いてしまうと、はい、そこからこっちに話題が入ってくる、はい、結構知ったかとかしちゃう人多いですもんね。そうなんです。知ったかする必要は全然なくて、はい、そうなんです。知らないことを聞いて勉強していくのがまたエレガントかなと思うんですけれども、うん、なるほど。そういう感じで、まあ、話の間口広くっていうのは全部を知ってる必要はないんですけれども、うん、いろんな耳に入ってくる情報目に見える情報に関心を持って、日々生活をしていると、はい、どこでどう転ぶか分からないですよね。だから意外とあのお仕事にすごく関連のある人とお知り合いになれたりとか、すごいお友達いいお友達ができたりとか、そういう機会に恵まれると思うので、はいはい、その誰の話でもニュースとか見てくる見て聞く話でも、はい、一定の関心を持って聞いていくと自分の成長につながっていくのかなと。わかりました。常にアンテナを、そうです、そうです、アンテナを張っておく、そうですね、勉強になります、勉強になります。はい、はい、そんな感じでいいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、皆さん何か気になることありますか？私は3番弱いものに優しくあること、はい、弱いものに優しくあることはとっても大事なんですけれども、例えばですね、イタリアで生活してた時にホテルで働いてたんですね。やっぱり5つ星ホテルで、はい、あのすごい VIP が来るホテルだったんですけれども、うん、ソフィア・ローレンって知ってますか？イタリアの大女優なんですけれども、はい、ソフィア・ローレンがチェックインに来たんです。で私しかフロントにいなくって、はい、私って思ってる間にソフィア・ローレン近づいてきて、ですいません予約してますソフィア・ローレンですけどって言うんですか、ね、そうなんです、はい、でそんなん見たら分かるやんもう明らかにソフィア・ローレンなんですけど、はいはい、それをわざわざあなた私のこと知ってて当然でしょっていう態度ではなくって、わざわざ自分でソフィア・ローレンという名前で予約してますって謙虚なんですね。謙虚なんです。あの大女優ですらっていう、はい、そうなんです。ハリウッドスターですもんね。そうですね、でその人と、まあ、私しかいなかったので私が全部チェックインを手続きしてお部屋までご案内する間にも、あのその時ちょうどね、あの彼女が、イタリアのリラからユーロっていう通貨に変わった時で、はいはいはい、その使わなくなったリラをあの集めて募金しようっていうのをしていて、はい、それについて私がすごいいい試みですよねって言ったら、すごい私のイタリア語も当時たどたどしかったんですけれども、はい、すごく私が分かりやすいようにその募金活動がどういう流れでどこの国の子どもたちに行ってっていうのをすごく、まあ、その場合私っていうのは弱い立場の人じゃないですか。相手はお客さんですし、はい、有名人ですし、はい、だけど全然そのパワーを感じさせずに私に分かるように噛み砕いたイタリア語で、すごく同じ目線に合わせて喋ってくださったんですね。素敵ですね。それがすごい素敵だなって、エレガントだなと思って、はいはい、でまあ弱いものっていうのはいろんなね、草花とか動物とか言葉を持たないものに対して私たちは強い立場にありますよね、はい、でそういうところまでいつもなんか、道歩いててタンポポが咲いてたらそれは踏まないで歩いていこうとか、そういう小さい心配りが、はい、あの女性らしいエレガントをさらにあの倍増していくのかなということですね。あと、まあ、日常生活でいうと、はい、例えば喫茶店とか行ってウェイターさん、はい、ウェイトレスさんがいて、はい、自分たちがお客さんだったら、はい、
どっちが弱くてどっちが強い立場かっていうと、うん、お客さんの方が強い立場なんですよね、うんはいうん、だけどその強い立場を利用して あれやってこれやってこれちょうだいあれやちょうだいっていう態度ではなくって、うん、お願いしますありがとうっていう気持ちで接するっていうのが、はいうん、そうですよね、お互い気持ちいいですね、お互い気持ちいいですね、はい、で弱い立場 そのサービスをする側の人も気持ちよくサービスをしてくださるので、はいうん、それが余計にお客さんである自分に返ってくるので、うん、それで世の中はもっとスムーズに回っていくのかなって、そういうのはやっぱりね、女の人の気遣いっていう、はい、女性ならではの気遣いができるポイントかなと思います、はい、うんすごいいい話が、はい、どうでしょう、他前川さんなんかあったりします？なんだろう、この5番の、はい、喧嘩ではなく論議ができるようになる、ちょっとこれ難しそうなんで、これはこれは難易度高いです、はい、すごい、ちょっと難しそうだな、実はめちゃめちゃ高いんですけれども、ビュッフェよりも高いです、ビュッフェは自分と戦い、頑張ります、胃袋との戦い、はい、で喧嘩ではなく論議ができるっていうのはですね、これはイタリアにいて私も身をもってすごい苦労して身につけたというか、身につけるように頑張ったことなんですけれども、日本人って特に自分が気に入らないこととかって黙って我慢しちゃうか、または怒りを爆発して溜め込んで喧嘩になっちゃうか、どっちかなんですよ。だからすごく我慢強いという意味ではいいんですけれども、外国の人っていうのは喧嘩越しではなくて、あ、私この例えばお部屋でですね、ホテルのお部屋が気に入らないわっていう時に、はいうん、日本人の方だと、うん、わ気に入らないどうしよう、でも例えば男の人で自分の彼女を連れてきて、うん、一生懸命やったのにこんな部屋ありえへんと思うと、うん、喧嘩越しになっちゃうんですよね、なんで僕こんな狭い部屋なんですかみたいな感じになっちゃうんですけれども、うん、外国の方はその辺がすごく交渉上手というか、うん、先ほどはこの可愛いお部屋にご案内いただいてありがとうみたいな感じで入ってきて、うん、ただね今回僕の彼女の誕生日なんです、うん、だからあの部屋はあれで居心地はいいんだけれども、もっと外の景色が見えるお部屋がいいんだけどないですかねみたいな感じで、すごく、うん、言葉の選び方がすごく上手ですよね。そうなんです、うん、その通りなんです。だから同じ言ってることは同じでも、うん、要求してることは同じです、ね、そう要求してることは同じでも、うん、言い方一つで工夫するだけで、ホテルマンの方も気持ちよく、あ、そうなんだ誕生日なんだ、うん、じゃあ何とかしてあげようとかね、うん、そういうふうに思ってくださるので、うん、その喧嘩ではなく論議ができること、うん、これは割と何て言うんですかね、言われると私を否定されたと思ってすごい私も苦労したんですけれども、うんはい、その向こうは私のことを責めてるわけではなくって、ただ意見を言ってるだけなんだっていうことが分かってからはやりやすくなったので、うんはい、で逆に人に自分が気に入らないことを告げるときにはこういう回りくどいって言ったらなんですけど、ちょっと言い方を変えるだけで随分自分の結局は自分の言う通りになってるじゃないですか、うん、向こうに対して感じが良ければね、はいはい、ついついプンプンしちゃいがちですよね、うんうん、ただ相手も人間なのでプンプンすると向こうのリアクションもプンプン、うんそうですね、鏡ってよく言う、そうそうなんです、そうなんです、なるほど、すごい、なんか今すぐメモりたいねえ、いいことがあって、そうなんですか、今ちょっと覚えたい、そうですね、お家帰ってもって再放送を見て、ユーストリームみんな復習して、ねはい、勉強し直したいところです、はい、じゃあお時間がそろそろ迫ってきましたので、はい、加藤さんから最後に何か、最後、はい、じゃあ10番ですね、人から見て絶対的に感じのいい人であることを心がける、はい、これはまあもう先ほども言いましたように身だしなみもすごく大事だと思うんですよ、はい、でやっぱり感じがいいっていうのは第一印象でも決まってくると思うので、その生まれつきね美男美女になきゃいけないっていうことは絶対ないんですけれども、すごく目を見て笑顔ができる人とか挨拶ができる人とかありがとうってちゃんと言える人っていうのは絶対的に感じがいいと思うんですね、はい、相手の気持ちをおもんぱかるとか相手の気持ちに寄り添うっていうことができる人はすごく感じがいいと思うんです。でその感じのいい自分を常に自分の中で意識して、私今感じいいかな私今感じいいかなっていうのを常に意識するとどん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 感じいい度は上がってくると思うんですよ。それはもう身だしなみももちろん私これで、はい、大丈夫かな、みっともなくないかな、不潔な感じしないかなっていうのを常に気をつけてるじゃないですか、外見的にはね、はい、で内面的にもそれを常に、私って感じいいかな、こういう受け答えをしてしまったけど大丈夫だったかなって
まあ、あまりくよくよする必要はないんですけれども、感じいい人であることを心がけていくっていう、その小さな積み重ねが本当に内面も外面も感じのいい人になっていって、そうすると、あの人感じいいなっていう人にはみんな友達になりたいじゃないですか。で、みんなが寄ってきてくれて、自分もすごく感じがいいと思われてるから向こうも感じよくしてくれるし、でそれがまあ友達ができればそれもいいし、ビジネスチャンスにつながったらもっといいじゃないですか。ビジネスチャンス、そうそう、だから感じ悪い人には誰もね近づいていこうとは思わないと思うので、感じのいい人であることは本当に人間としてすごく最終的には得をすることだと思うんです。いいことばっかりです。そうですよね、なので相手の人が感じ悪くってもいいの、私は感じいい人でいきたいのっていう、その強い信念を持って感じいい人でやり続けてください。日常でなんかちょっとずつできることですね。そんなに難しいことじゃないと思うので、皆さん十分感じいいですけど、感じよくいってください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあですね、最後にいろいろお話を聞いたんですけれども、そのまあお話を踏まえで答えれるかどうかは分かりませんが、私はクイズを作ってきましたので、皆さんちょっとフリップに書いて、答えていただいていいですか。ボケろとかなしでガチで答えていいですか。ガチで答えていいです、はい、分かりました。大丈夫です。じゃあフリップを用意していただいて、それ使います。じゃあ使わせていただきます。じゃあ第1問です。はい、じゃじゃん。実はですね、その笑顔とかがやっぱりホテルで働いてる方って大事だと思うんですけれども、ホテルでは笑顔を作る研修がある、丸か×か。ちょっと最初は、簡単な問題から作ってみました。書きました。さやさんも、じゃあドン出してください。丸丸ばかりです。どうですか加藤さん。ブー、笑顔を作る研修はないです。ありそう、ですよね。笑顔とかなんか挨拶とかそういう研修って、ありそうです。今の流れから行くと丸なんかどうですか。よっしゃ正解やと思ってたの、違うんです。その立ち振る舞いとかご挨拶の仕方っていうのは、まあ、新入社員の研修であるところはあると思うんですけれども、笑顔っていうのは自然に出てこないとおもてなしの意味がないと思うんです。深い、ホテルマンとしての意見なんですけれども、なので、訓練されたっていうか、本当にホスピタリティ精神あふれるホテルマンっていうのは、自然に笑顔が出てくるんですね。でどんなになんかプライベートで辛いことがあっても、割とお客さんの前に出るとにっこりしちゃうんですよ。自然に全然もうあかんって思ってても、なんかフロントへ出るドアを開けるともうなんかニコニコしてるみたいな。素敵ですね。でもそれでもダメで、ダメどうしても笑顔いかんっていう時は、もうフロントに出ない。バックオフィスの仕事を私やっとくって言って、そこまで徹底した、そうですね、意識が、そういう意識のある人が多いかと思います。特にホテルで働いてる人は、すごいですね。じゃあ次、2番に行きます、はい、問題に、加藤さんが日常生活でついついやってしまう職業病とは何でしょう。こんな自宅も難しいよ。もう何ですか、フロント入れるときはついつい笑顔になってしまうっておっしゃってたんですけど、それとは別で、職業病とも言える、ちょっとプライベートの時にね、プライベートでホテルマンだからこそやってしまうこと。ヒント何ですか。ヒントなんだろう。例えばお客さんとしてレストランを使う時とか、ホテルに行く時とかに思わずやってしまう、やってしまう。ちょっとヒント甘すぎますか。いや、そんなことないと。かけました。自信があります。自信あり、じゃあみんな自信ありです。できた前川さん。はい、行きます。じゃん。友達の家でもついついベッドメイキングをしてしまう。すごい、これめっちゃもう家に来てほしいですよ。そう、ちょっとなんかシーツ寄れてたらピシッと直したくなっちゃうみたいな。そんな惜しいけど違いますね。ちょっとベッドメイキングはあまり上手じゃないんですけど、でもちょっと寝室に勝手に入るのも良くないじゃないですか。ちょっと面ついたらしかってしまうっていうのもないですか。ないですね。はい、じゃあ内田さん
お辞儀の角度が良すぎる。お辞儀の角度が良すぎる。はい、今日も、はい、最初会った時に、最初ご挨拶した時もすごい丁寧に、はい、あ、本当ですか。そう、お辞儀歴まだ1年なんです。あ、そうなんですか。じゃあこれは間違いです。外国であんまりお辞儀しないので、外国はもう握手だけなんです。あ、なるほど。そうなんですか。正解出ないですね。難しい。じゃあ最後、ザオヤさん。はい、私は前川さんと似てるんですけど、なんかこうお店に行ってもついつい一緒に行った人の椅子を引いて失うとか。あ、あるかもしれない。なるほど、なるほど。あるかもしれないと思いました。そうですね。一番近いかもしれないですね。あ、ですか。そうですね。サービス、サービスウーマンとしての癖が抜けないというか、ホテルウーマンの癖が抜けないので、あのホテルとかで自分がお客さんで客室に行く、自分の客室に行く廊下を歩いてても、前からあのメイドさんが歩いてきたりホテルの人が歩いてきたりすると、自分が廊下の端に寄って、こういう感じ。シャーシャーみたいな。お客さんなのに。そうなんですよ。店員さんもめっちゃびっくりするじゃないですか。そうなんですよ。知り合いかなって思いますよね。そうそうそう。エレベーターとかでも絶対他の人が全部降りるまで、私いつもエレベーターのアクオボタンを押して、デパートとかでも一番最後に乗ってるんですよ。職業病です。職業病です、まさに。そうなんです、はい、すごい親切な人みたいな感じ、はい、ですよね。でもね、それもエレガンスですよね。ちょっと、うん、危ない人かもしれないですよ、ね、お辞儀の方はちょっと確かに、はい、では、はい、続いて第3問、はい、長時間、姿勢正しく立っていることが多いホテルマンの方なんですけれども、はい、そのコツは一体何でしょう。はい、コツって何か、姿勢を正すコツ、はい、うん、何か意識してることがあるんですよね。そうそう、意識してること、はい、何か、まあ、ヒントがありますか、はい、前川さんと内田さんはもしかすると日頃から気をつけてるかもしれないです。意識してるかもしれないです、うん、あ、もうこれは正解です、はい、私これ来ました、来ました、来ました。はい、じゃあ出しますよ。はい、はい、常に人に見られている意識を持つ。うん、そうですね。一番最初から他人その他の人から第三者からいつでも見られているっていうことです。なるほど、なるほど、はいはいはい、私はじゃん、足腰を鍛える筋トレ私が筋トレすぎっていうだけなんですけど、そうなんです、肉体的な問題なので、そう、うん、ストイックに、ストイックにそんな感じかなと痛くても我慢するはい、じゃあ、はい、ザオヤさんは、はい、私はあ、よく言われる感じ。そうですね、上から引っ張られてる意識って。あ、あ、なるほど。あ、よく言いますね、ホテルさんとかが、ね、ペンからこう釣られてる意識とかっていうなと思って、はい、そうですね、これもまあ正解と言ってもいいんですけれども、うん、はい、あれです、 こちらのこっちですか、見られている意識、見られてる意識、私も昔演劇部にいたことがあるんですけれども、はい、その人から常に見られてるっていう時ってで、まあ、あの芸能界にいる方もちろんお分かりだと思うんですけれども、ほとんど背中を見せることってないじゃないですか、はいはい、なので、まあ、ずっと姿勢正しくしてるのも誰から見られても美しくみっともなくないようにっていうのと、あと移動する時もお客様になるべく背中を向けないように、へ、影武者のようにささささそんなことされたんです。そうですね、うん、というのが無意識ですよ、うん、別に研修で習ったとかではなくって、はいはい、本当に見られている意識とか舞台に立っている感覚っていうのがすごくホテルマンやってる中で生きてるなって自分で思うんですね、うん、だからこの間も入社した今の会社で若い女性に言われたんですけれども、加藤さん、なんでそういう動き方がいつもすごく美しいんですかって言われて、で、私は全然何も、ただしウォーキングのレッスンもそんなに受けたことないんですけれども、うん、私歩き方はそんな美しくないわよって言ったら、いや、歩き方っていうよりもそのお客様がいつも見える角度に常に立ってらっしゃるところがすごいなと思いましたって言って、うん、この子なかなか見てるわね、でもそれは体に染み付いてるんですね。そうですね、だからお客さんをご案内する時でも必ずお客様が一番景色が見えやすいような、うん、体勢で持っていくとか。おお、すごい計算づくや、計算づくですね、すごい計算づくとか、よう気抜けた顔でぼーっとでもまあ姿勢正しくね、こう背筋上から引っ張られてる感じはいつも
お腹にちょっと力入れて、はいねその代わりお客さんに見られてない時は結構だらしないんですけれどもいけないですね、私も頑張ります。いやでもちょっとぐらい見られてなくても、はいうんはい、そうですね、はいはい、じゃあ続いて、はい、第4問、加藤さんがイタリアのホテルで出会った VIP の驚くべき行動とは何でしょう。それ広いですね、はい、範囲、はい、広いですね。VIP の驚くべき行動、それいい意味ですか悪い意味ですか、どっちでも。いい意味ですね。いい意味ですかね、うん、さっきのこのエレガンスにも通ずるものですか、まあ、それはまた違 う, うんちょっと違いますかね、はい、あの大金持ちのお客様の振る舞いでびっくりした。あ、これ正解です。いいですか、正解してください。どうぞ正解してください、はいはい、チップが100万ドル置いてあった。あ、そんなことがあったら今頃仕事してないです。だって大金持ちって、うん、これは正解じゃないですか。違います、残念ながら、ね、そういうことがあったらよかったんですけど、ね、素敵ですね、100万ドル、ねね、でも結構100万ドルまではいかないけどなんか30万円とかいう時はありました。円じゃなくて3000ドルみたいな。ってことは円にすると 30万、当時で30万円ぐらいです。でもね、外国の方はチップは仲間で分けるんですよ。だから全部が、そうなんですよ。その部屋の担当の方じゃなくてもみんなでこうもらったよって言って、うん、そうですね。私はフロントだったのでフロント周りの同僚でそのお客さんご案内した時とか、なんかレストランの予約してあげた時とかにもらうチップを全部貯めておいて、で月末にそれを人数で割るんです。あ、まあ、そうですね、チームワークですもんね、そうですね。あ、で、出ました答えが、はい、なんかあのVIPやから一番スイートに泊まったりせずに一番お手頃なお部屋に泊まる、うん、あびっくりですね、うん、びっくりですね。でも違います。違います、ね、お金持ちの人はだいたいいいお部屋に泊まってました。今のところ、いい、はい、はい、じゃあ水田さんいきます、はい、ホテルを丸ごと貸し切りとか。あ、もうそれびっくりした。あり、何度かありましたけど、そうですね、それはあのびっくりじゃないんですね。あまりびっくりじゃなかったです。それって丸ごと貸し切って何するんですか。丸ごと貸し切って、例えば最後にフィレンツェで行ったホテルはあのスワロスキーさんの、はい、キラキラの、はい、女子力アップの、はい、スワロスキーさんの一族の結婚式で、はい、ホテル丸ごと貸し切って、はい、で婚礼のパーティーをやって、であの招待されたお客さんが各部屋に泊まって、うわーいいなー。それって全部招待されたすごい額なんですけど、私はすごい気になってしまう。何千万という単位、何千万という単位でしたね。でオーストリアからフィレンツェまでトラックを仕込んでくるんですけど、みんな招待のお客さんを、はいはい、トラック、あの50人乗りとかのが多分20台、あ、ごめんなさい、2台100人20台とかじゃ100人とかでいらして、でオーストリアからバンドとかも全部バンド、生バンド入っちゃって舞台も作っちゃってみたいな。でもそれじゃないんです、びっくりしたことは。正解 は, は, い、正解はですね、はい、アラブのある王子様が来たんですけれども、はい、2泊3日の滞在なのに、うん、いきなり着いてアイロンかけてくださいって言って持ってきた、召使いの人が持ってくるんですけれども、あのカッターシャツですねが100枚ぐらいあったんです。えで、え、100枚全部アイロンかけんですかって言ったら、そうなんです、え、でも2泊3日で100枚は着ないですよねって言ったら、うん、いやでも王子様がそのどのタイミングで僕これ着たいって言い出すか分かんないから、とりあえず100枚全部ピシッとアイロンかけた状態で揃えとかなきゃいけないんですって召使いの方がおっしゃって、その問題難しい。すいません、すいません、びっくりしました。びっくりですよね、はい、かけたんですか、100枚すぐで、ハウスキーパーさんのとこ持ってって、はい、でも4人か5人のおばちゃんがわーって 2,3 時間、でもおばちゃんたちも慣れてるんで早いんですよ、結構ササササササってかけて、しかもその洗ったばっかりでくちゃくちゃのじゃなくって、そのうちのホテルに到着する前の別の町のホテルでも100枚アイロンかけさせたのを移動するためだけに畳むなりハンガーにかけてカバンに入れて持ってくるだけなんで、そんなにすごいシワクシャではないんですよ。ただでもそれで移動するたんびに2泊3日するたんびに100枚移動して100枚毎回アイロンかけて何十万っていうアイロン代を払って移動されてるんです。すごいですね、アラブ、はい、アラブ、アラブ、アラブすごいです、桁違いですね、はい、じゃあ最後の質問に、はい、
問題5番です。これはためになるかなと。はい、海外の高級ホテルやレストランで、はい、ベストサービスを受けるための行動コツなどは何でしょうか。海外旅行とかされる方多いと思うんですけど、はい、そういう時にやっぱりいいサービスを受けたいですよね。はい、で高級ホテルとかに例えばこれから行く機会があったらこういう風にしたらちょっとこいつって見くびられずに済むよっていう。見くびられる。できました。はい。店員さんに媚びを売る。スマイル。スマイル。媚びを売るっていう。まあまあ媚びを売るってちょっと聞こえ悪いんですけど、まあ、うん、に気に入られるようにっていうんですか。はい、まあ笑顔で接する。はいはいはい。はい。はい、なるほど。私はこちらの方から紳士的に接する。さっきおっしゃっていただいた。うんうんうん、はい。なんやろう、分からんわ、はい、難しいっす。答えを答えはじゃあもう、はいはい、言っちゃいますか。ある意味正解です。媚び、はい、を売らないで自然なスマイルでできれば、ね、お願いしたいところなんですけれども、はい、そのにっこり笑ってたとえその国の言葉が話せないにしても、うん、本当にこんにちはだけでも、うん、その子の国の言葉で、うん、最初に出会った時にそうやってにっこりしてくれると、うん、ホテルマンもすごい嬉しいんですね。そうですよね、うん、気持ちいいですもんね。そうですね、なんか感じのいい人であるということですよね。ここに繋がってるわけですね。そうですね。でもちろんこっちから紳士淑女の行いをすれば向こうもそのように接してくれるということで、はい、これはある意味すごく正解で皆さん素晴らしいです。なるほど、さすが。勉強した回がありました。でぜひぜひ私がですね、はい、日本の皆様で海外の四つ星、うん、五つ星ホテルにいらっしゃるときに気をつけていただきたいことがですね、はい、歩いて到着しないっていうことなんですよ。そのタクシーで乗りつけるなり、はい、レンタカーを借りて車で乗りつける、うん、何でもいいんですけど歩いてスーツケースをゴロゴロって引っ張りながら高級ホテルに来るっていうのは外国の人にとってはありえないんですね。うん、その歩いてホテルに着くんだったらバックパッカーが行くホテルに行けばいいじゃんってホテルマンも思っちゃうんですよ。すごい。だからたとえ途中まで地下鉄で行ってもバスで行ってもいいんですけど、はい、そっからタクシーに乗ってワンメーターでもいいから、ワンメーターでもいいからタクシーに乗って乗りつけると、ちょっとタクシーの運転手さんに嫌われるけど、そうだけどホテルマンには好かれます。おお、そっち取る。そっちの方が十分、そのドアマンさんが来た時にタクシーで来たお客さんで、うん、荷物もお願いしますねって言って、うん、本当にちょっとしたチップをね、あげると、うん、本当にあいいお客さんが来たって思ってくれて、うん、でそのドアマンの人がフロントの人にいろいろバラすんですよ、そのお客さん情報を。情報伝えますね。お客さん来たよって歩いてゴロゴロしてきたよって言われちゃうと、もうフロントでその場でいいお部屋にアサインされてたのに、あそうなんだ、そういうお客ならじゃあこっちのちっこい部屋でいいやとか、そういう扱いを外国って結構受けるんです。はい、そうなんですか。なので私もそれを裏で見てきて、絶対ホテルに、いいホテルに泊まるときは車で行かなきゃいけないなって。知らんかった。そうなんです。覚えとこれは覚えておきます。そうですね、そのケチらない660円で、もしかしたらすごいいいお部屋に通していただけるかもしれないじゃないですか。なるほど、これ結構大事です。わかりました。あともう一個は TPO に合った洋服を着ていくことですね。それはすごく大事で、はい、特にヨーロッパは格を大事にするので、自分たちが高級ホテルで働いてるつもりなのに、なんかショートパンツと B さんで来たお客さんとかだと、なんでって思っちゃうんですね。ちょっと悩みちゃいますね、テンションがね。そうなんです。だからお客さんの勝手じゃんっていうのはもちろん私もわかるんですけれども、相手の格を尊重してあげるっていうことは、はい、感じいい人を演じることに一役買うかなと思いますので、はい、いいホテルに今日は奮発して泊まるぞっていう時はちょっとおしゃれをして、かっこよく、おしゃれにしてた方がこっちもね気分がすごい、そうですよね、上がりますよね、ということを参考にしていただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、そうですね、出演、ご出演ありがとうございます。ここでじゃあもう加藤さんには、はい、はい、あ、勉強になりました。すいません、最後に忘れてました。こちらですね、セミナーの、はい、情報をお願いします。セミナー。これは私のセミナーではないんですけれども、はい、ホテルで行うセミナーなんですけれども、これは本当にウォーキングセミナーですね。はい、美しく歩くためのセミナーを講師の先生をお迎えしてやっていきます。4月の27日金曜日ですね。ちょっとお仕事してる方には辛いかもしれないんですけども、11時の受付で11時30分からウォーキングセミナーです。はい、
で、ホテルのですね、美味しいあのヘルシー&ビューティーランチというのがついてまして、はい、限定20名様で行います。弊社のですねホームページであのご予約も受けたまわりますので、はい、ホテルラスイートと検索していただければ出てきます。はい、はい、お待ちしております。よろしくお願いいたします。すごい、めっちゃまたこれのためになりそうですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではホテルラスイート神戸ハーバーランドの加藤さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ことがあるんですね。そうですね、本当に買いますか？いいですか？いろいろ出してますが、はい、はい、いやこれ何時までなんですか？これそうですね、ぼちぼちですね。ぼちぼちですね。はい、じゃあ最後に、はい、まず、はい、今日の、ためになったことを踏まえて、はい、何か今後頑張りたいことがあれば、はい、女子力ですね。あ、女子力 で頑張りたいことがあればちょっと発表していただいていいですか？はい、はい、私あの今まで何でも、はい、がっついていけばいいと思ってたんですけれどもそれじゃダメなんだなと思いまして、はい、ビュッフェとかでですね、そうビュッフェでもちゃんと腹6分目にしてから会場に行って、はい、コースを意識して食べるということを今日学んだんで、はいはい、そういうことをこれから頑張りたいです。はい、はい、そうですね、私もなんか常にそういう毎日毎日そういう ちっちゃなことから意識を持つことが大事だなと思って、はい、やっぱりなんか感謝の気持ちとかを忘れないように、はいはいはい、日頃から生きていきたいと思います。いいこと言いましたね。はい、感謝の気持ち大事ですね。忘れたくないね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最後に告知をどうぞ。はい、まず私前川美奈、ただいま読売テレビのピーチ流の、はいはい、あのフレッシュピーチーズっていうね新メンバーを募集しているんですけれども、それがね皆さんの投票をしていただくとなんかいいみたいなんで、うん、ナンバー44の前川美奈に4月16日まで毎日投票してみーな、よろしくお願いします。どうやったらアクセスできるんですか？これはあのピーチ流ってインターネットで調べてもらったら出てくるんですよ。はいはい、そこでピーチーズっていうところに、うん、行きまして、で候補生がずらずら並んでるんで他の子に浮気をしないで、はい、前川美奈みんなに清き一票よろしくお願いします。ピーチ流で検索です、ね、はい、毎日お願いします。あとはですね、はい、あのレギュラー番組月曜日はこれぞビーズ魂、毎週月曜日夜7時30分から 1008ABC ラジオでユーストリームも中継しています。そして火曜日は不定期なんですが関西テレビでアンカー終わりです。夕方のアンカー終わりにおしゃべりホップクラブというのがあります。あと土曜日はこれ北陸で、北陸の方見てるかどうかわからないんですけれども、はい、土曜はドキドキという番組、はい、全世界の方に見ていただきたいなと思います、はい、まあこれは北陸しか見れないんですけれども、はい、朝9時30分から10時30分そして土曜日もう一つプリウマという番組、私競馬が大好きで、はい、プリウマという番組はね女の子3人でねワイワイ楽しく競馬に、ね、そう競馬に競馬も始まりますしね。そうなんです、今週桜花賞なんで、はい、桜花賞直前ということでもうね、はい、盛り上がって、土曜日5時30分から放送です、はい、そして日曜日は日曜競馬中継 OBC ドラマティック競馬、こちらも1314で朝10時から4時半まで生中継してます。ぜひ聞いてください、はい、今週は桜花賞なんで、はい、お見逃しなくお見逃しなく、はいはい、はい、あ、多くはじゃあ最後にする、うん、はい、じゃあ私からも告知させていただきます。はい、はい、はい、毎週水曜日深夜1時55分から、毎日放送の方で女の子宣言あげぽよ TV という番組をやってます。こちらですね、あの2月14日に私たちあげぽよガールズ20人が CD デビューしまして、はい、そのいい歌すごい、そうなんですよ、聞いたけどすごいいい歌、ね、両 A 面で1曲目の方を AKB の作曲家の人が作ってくださって、はい、2曲目の選抜メンバーの曲の方もあの EXILE の作曲家の方が作っていただいてです ですね、そのあげぽよガールズがじゃじゃん4月7日関西アイドルコレクションに出演します。4月7日新年乾杯するぞ、はい、そう土曜日、はい、土曜日ですね、今週ですかね。場所はどこでしたっけ、場所は詳しくは大阪城を見てください、はい、大阪城のらへんです。はい、はい、野外音楽堂です。はい、そしてですね、その日、こちらお昼に関西アドルコレクションに出演させていただいて、その後ですね、これ剥がしていいですか？はい。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 はい、その後夜にですね、
ハロプロトリビュートライブボリューム2に出演させていただきます、はい、こちら関西のアイドルたちが、アイドルたちがハロープロジェクトのね曲を歌って踊ります。すごいこれ盛り上がるんですね。そうめっちゃ盛り上がるね。踊りたいですね。はい、大根の第2弾ということで、こちらも来てください。はい、宮崎りおちゃん、内田あゆみちゃん、伊藤あゆみちゃん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、最後、最後に、最後に、はい、これいいですか。あ、そうそうそう、それ、そうそう、じゃん、はい、実は5月4日に私たち、うんうん、ピクシーレディーというコンビを組んでまして、はいはい、コンビって言いますか、ユニットですね。ユニット組んでまして、お笑い芸人さんみたいな。アーティスト活動もしてるんですね。はい、で、この5月4日、弁天町大区で、ボーカルクイーンコンテストか、うん、というのがあるんですけれども、はい、そこのゲストとして出演させていただいて、ライブをさせていただきます。はい、はい、そうなんですよ。ね、観覧無料ですので、はい、ぜひ5月4日はピクシーと、今すぐ手帳に開いてみてください。はい、お願いします。よろしくお願いします。で、2人ともね、ブログしてますんで、詳しい情報は、ブログを見てください。はい、Twitter もよろしくお願いします。はい、Twitter もしています。よろしくお願いします。ホリプロ大阪のホームページからも、はい、ご覧ください。ありがとうございます。すごい乱れた。たっぷり告知をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にうちからも告知していいですか。はい、お願いします。今発売中の関西ウォーカーなんですけれども、ずっと、あ、この上に貼っている、はい、これですね。桜特集でして、稲垣さきちゃんが関西の桜スポットを、はい、このように紹介してます。お二人も桜、ね、はい、はい、桜の桜が、ね、そうなんです、はい、私いつも阪神競馬場がすごい桜が綺麗に咲いて、はい、で今週も桜花賞なんでね、すごい桜花賞の時期には満開になって、はい、もう電車乗ってるところから楽しみ、はい、京都いいよな、ね、私も京都出身で、はい、いつもなんか大学生の時とかも丸山公園とかで大波してました。よく、はい、よく、はい、関西ウォーカーにも丸山公園乗ってますので、そうですよね、はい、で、あの今ですね、付録で、はい、吉高由里子さんが表紙を、はい、めっちゃ可愛いですね。京都観光地図ウォーカーがついてまして、うん、あの桜といえばさっきもおっしゃっていただいたように京都ということで、うん、京都のこの新しいスポットですとか、うん、桜のですね、例えば丸山公園が載ってます、はい、丸山公園のグルメとかお土産屋さんも載せてるので、また、はい、最新の今流行りの、はい、お花見情報とその付近の情報も一気に見れるんですね。はいはい、すごい、はい、でペリッと剥がし、あの、はい、外してこう、これだけで持ち歩くもできる。マップにして持ち歩ける、はい、便利なので、ぜひぜひ今発売中の関西ウォーカー、はい、見てください。これはダメです。え、あ、そっか、ダメです。すいません。あ、そうですか。あ、そうなんです、はい、こんな感じで、はい、おはい、なので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ではでは、もうお時間が9時を過ぎてしまいましたので、そろそろお別れの、喋り足りないです。ほんまや。ピーチ流よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、では続きはもう、はい、はい、こちらの方で見ていただくということで、はい、今日はこの辺でお別れしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、マイカミナでした。はい、ありがとうございます。関西ウォーカー、今日も素敵なゲストとトークお届けします。関西の情報誌関西ウォーカー、グルメ音楽映画にアート、盛りだくさん関西ウォーカー。編集長取材で食べ過ぎ丸くなる、カレーにかかれば行列のお店になる、徹夜も当たり前、原稿流し込み片手には栄養ドリンク、必死で見てな、しっかりやるわ、ほんま頼むで。カン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 関西ウォーカー、いつもあなたのその心に伝えます関西ウォーカー。
ぎり追われて溜まってく領収書考慮後はみんな素敵なゲストとトークお届けします。関西の情報誌関西ウォーカー、グルメ音楽映画にあと